ジョージ・ブーランジェやジョージ・アルバート・ブーレンジャー、またはジョルジュ・アル・ベール・ブーランジェはベルギー生まれでイギリスで働いた動物学者である。両生類、爬虫類、魚類を専門とした。ブリュッセルで生まれた。1877年にブリュッセル自由大学を卒業し、しばらくベルギー自然科学研究所で働き、両生類、爬虫類、魚類を研究した。 この間しばしば、パリ自然史博物館や大英博物館を訪れた。1880年に当時大英博物館の一部であった、自然史博物館のアルベルト・ギュンターに招かれ、自然史博物館の両生類標本の整理分類をする仕事に就いた。大英博物館で働くためには、イギリスの公務員となる必要があるため、イギリス国籍を取得した。 1882年に動物学部門の第一級助手となり、1920年までその仕事を続けた。標本の分類において、驚異的な記憶力を示し、以前見た種と学名が記憶できたとされ、英読フッツ語を話し、スペイン語、イタリア語、さらにロシア語も多少読むことができた。1921年までに875編の論文を発表し、 19のモノグラフを執筆した。1096の魚類の種、556の両生類の種、872の爬虫類の種を記載した。著作にはザ・スネークス・ソブ・ヨーロッパなどがある。1894年王立協会フェロー選出。1897年にベルギー国王が今後に博物館を設立するために、 博物学者を募集したとき、委員会の議長に選ばれた。今後の種としては、洞窟内に生息し、目や色素が退化している、ブラインドアフリカンバルブを記載したことで知られている。1920年に自然史博物館を退職した後は、植物のバラの研究を行った。アメリカ魚類、両性爬虫類学会の会員を務め、1935年に名誉会員に選ばれた。 1937年にベルギーからレオポルド勲章を贈られた。24の両生類の種の学名の種賞名にブロンジェリー、ブロンジャー、ジョージャ・ボーリンジェリーなどが付けられている。ブーランジアは植物の学名で命名者を示す場合にジョージ・アルバート・ブーレンジャーを示すのに使われる。ありがとうございます。